六っ放し海面綱は四つか六つのシリカでできた骨張りを備えた骨格を持つ海面動物である。ガラス海面類とも呼ばれる。通常は海面動物門に分類されるが合わせ方タイヤ門として分けて扱うことを提唱する研究者もいる。ストラカリ SP 六っ放し海面綱,綱は 水深450メートルから900メートルの海でよく見られるが、サカスミヌタは浅い海で見つかる。世界中の海に生息するが、特に南極海に多い。コップのような形をしており、高さは10センチメートルから30センチメートルで、シリカの骨張りでできた、しっかりしたレタスのような内部骨格を持っている。体は比較的対象型で、多くの種では、 内部の大きな空洞は、るいを通して外部に向かって開いている。また他の海面とは異なり、群生せずに単独で存在する傾向がある。色は単色であることが多い。体の大部分は、多角細胞の合わせ包帯でできている。特に他の海面にあるような上皮細胞は持たず、アメーバ状の膜で覆われている。 さらに他の海面のように収縮する能力も持たない。回路洞窟、ユープレクテラ・アスペルジラム体内の電気インパルスを高速で伝達させ、外部の刺激に迅速に反応する独特のシステムを持つ。回路洞結のようなガラス海面は繊維の房を持ち、骨格の基部から裏返った王冠のように外側に向けて広がっている。 セミの長さは 50mm から 175mm で人間の髪の毛ほどの細さである。今日の情報通信ネットワークで使われている光ファイバーと似た特性を持つと言われている。寿命はとても長いが正確な年齢を測定するのは困難である。モデルに基づいたある研究によるとスコリマストラジョービニの年齢を2万3000年と推定している。 また、穴げデータベースには1万5000円以下と登録されている。ブリティッシュコロンビア州やワシントニ州の湾では、海面が章を作っており、スポンジリーフプロジェクトが研究を行っている。基地の最も初期の六っ放し海面綱は、カンブリア期初期から新源世代後期の地層で見つかっている。化石は普通海面綱とかなりの共通点を持つが、骨張りが頑丈でよく、 化石化しており、少なくとも、その一部であったと考えられている。原生種は二つのアコを、五つの目に分けられる。ありがとうございます。